されました。おめでとうございます。潤滑油まで凍ってきやがった。レリー、そっちはどうだ。ラグナイトエンジンの接続は完了。出力も限界まで引き出せるようにしたわ。なのにどうしてよ。おい、機関士が機械に当たってどうする。だけど思いつく策は全部試した。連結は完璧、出力調整も問題ないはずよ。こうしてる間にもクローダたちは早く動かさなきゃいけないのに。動け、動いてったらこのポンコツ、みんな命がけで戦ってんのよ。あんただけ寝てるなんて許さない。あんた父さんの発明なんでしょう。娘の言うことぐらい聞きなさいよ。ざっけるな、この野郎。ん？来た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 。おいおい、こんなことあるのかよ。父さんもよくぶったたいてたね。やったやったよ、私。くっよし、缶が目を覚ましゃこっちのもんだ。環境に連絡、現状最大出力で離脱に備えるぜ。待たせたわね、クローダ。おい、あとどれだけ耐えりゃいい。第2波だ、一個中隊はいるぞ。もう少しだ。レイリーは必ずやってくれる。けっ、惚れた弱みじゃなきゃいいがな。おい、ラズ。いいぜ、やってやる。うわ、こちらブリッジ、展開している部隊は帰投してください。エンジン再転換成功しました。このポイントを離脱します。っやってくれたか、レイリー。環境、聞こえるか。印象隊はこのままここで離脱を援護する。まもなく敵陣第2波が降下を開始する。直ちに離脱を開始してくれ。了解しました。引き続き艦の護衛を任せます。センチュリオン再起動、全速前進。動かねえんじゃなかったのかよ。行ってしまう、大事な獲物が。
ベルガー様。ここにいた時は冷凍庫みてえだったが、動き出すとこうも違うもんか。あ、あ、くし、うわ、きっとね。ほら、さっさと暖房に当たれ。レイリーはまだあそこか。やっぱりここにいたんだね。まだ本調子なわけじゃないから、補助機関には相当無理をさせてるし。補助機関の調整は君が独力でやりきったらしいね。さすがだな、ドクターミラー。私だけの力じゃない、父さんが力を貸してくれたような気がする。どうやっても機関が再起動しなくて、どうしたらいいかわからなくて、父さんがよくご機嫌取りなんて言ってラグナイトに話しかけてたのを思い出したの。実験がうまくいかないときは、今日はラグナイトの機嫌が悪いからって。ご機嫌取りか。なんと言ってラグナイトを説得したんだい。話というか、なんというか、ともかくありがとう、レイリー。君を信じていた。だから、あなた、よくそんな安っぽいセリフ。そうかな。ごめん、言葉をあまり選べなくて。だけどこれが本心だ。僕が戦えたのは君がいたからだってこと。これまでもずっとそうだった。心が折れそうな時、絶望した時、それに決断する時、僕に勇気と覚悟をくれたのはいつも君だった。君の叱咤と笑顔が僕を動かしてくれる。だからありがとう、なんだ。ごめん、おかしなことを言ってしまったかな。バカ、弱虫クロードのくせに、なんでそんなこと。私だって信じてたわよ、レイリー。あなたが食い止めてくれるって信じてたから、全力で復旧作業に集中できたんだから。ごめん。ラグナ、どうしたの？何か見つけたみたいだ。行こう。
なぜこんなところに女の子が。重傷。気合い入れろ、この野郎。やる気があるなら何でもできる。しっくりこねえ。ラズ、何をブツブツ言ってるんだ。クロード、いや、これはだな。僕に言いたいことがあるなら面と向かって言ってくれれば。違うんだ、これはその練習なんだよ。練習？ほら、どんだけ勇敢な兵士でもちょっとしたことで戦意喪失することがあるだろ。確かにモチベーションのコントロールは前線に立つ兵士にとって死活問題だな。そういう時、仲間がグッとくる言葉をかけりゃ気合が入るんじゃねえかなって思ってさ。なるほど、いいアイデアかもしれない。だけど、かける言葉はよく考えないと。なあ、それでいろいろ試してたんだが、俺の一押し聞いてくれるか。もちろん聞かせてくれ。おい見ろ、あんなところにナイスボディな姉ちゃんが。却下。それは君がかけてほしい言葉だろう。でも僕だったら、そうだな。いいオーダーができたじゃねえか。お前もすっかり体調が板についてきたな。待ってましたよ、先。できおお。できました。できましたよ。
できます。ここまでにされるのですね。